できますよね。はい、何を言おうとしているかというと、我々は武道をたしなんでいるわけですね。武道家はですね、歩くときにペッタンペッタンって歩くことはない。ね、わかりますね。日本舞踊、それから能でもそうですね。必ず足は、すり足でしっかり歩いているはずなんですね。一心にそれをやらないといけません。はい、どうぞ、こっち歩いて。はい、戻って。はい、その時にやっぱり手の位置というのはなるだけ、ね、なるべく自然にこういう形で持ってしっかりつけると、ね、こういう形でこう歩かない、ね、なるべくそのまますっとした形で、はい、歩いていってください。はい、戻ってください。できましたね。はい、はい、これを歩み足、武道用語で歩み足、私に言ってるわけですよ。森田教授の学部になったパーフェクトマスター49ページに書いてある。信じてないでしょ。嘘です。ページ数は分かりません。でもちゃんとそういうふうに書いてあるんですね。先生、見かけならと思ってないよ。な、これはあるしなんだけどな。怪しいことは忘れてね。はい、今のは歩み足。はい、で次に、次足、はい、1、2、1、2、1、2、1、2、戻ります。1、2、1、2、1、2、1、2、はい、できますね。今のことは分かってますよって言うんだけど、こんなことはですね、教えてくれません。ね、かけるよ、知りません。はい、で、ちょっとこう持ってください、ね、これを、はい、桃立ちというふうに言いますね。で、1、2、1、2、その時は後ろの足は猫足、かかとは上がってるんですね。わかりますね。かかとが上がってる。戻る時は1、今度は前の足がかかとが上がる。1、2、1、2、1、前へ行きますよ。はい、1、後ろの足が速くかかとが上がります。1、2、1、2、1、2、はい、はい、よく行きました。はい、さあ、これ下ろしていいです。普通の指でやってるんですよね。はい、歩み足、次足、送り足というのがありますね。送り足というのは、1、2、3、1、2、3、1、2、3、はい、どうぞ。はい、1、2、3、1、2、3、1、2、3、戻ります。はい、1、2、3、1、2、3、1、2、3、できましたね。